世界の4位、英国が EU 離脱と、はい、英国は1月31日欧州連合から離脱し、統合を進めてきた欧州は歴史的な転機を迎えた、はい、EU からの加盟国離脱は初めてで、加盟国は27カ国に減った。英国のジョンソン首相は離脱にあたり、変革を実現するため取り返した主権という新たな力を行使すると強調したと、うん、英国の離脱を後押ししたのは流入を続ける移民の脅威や、超国家的な存在である EU が自国の主権を制限しているとの不満だったと、うん、一方離脱賛成が過半数を占めた2016年の国民投票以降、国内は混乱し、離脱派と残留派の間に埋めがたい溝も残ったと、はい、いうことですね、うん、結構なんか2016っていうのは、はい、いろいろな変革の年なのかもしれないですね、うん、でこの年にやっぱりトランプ大統領も当選してるし、はいね、はい、あのかなりあの世界の、大統領とか、うん、首相とかが全部選挙があった年だったんですよね、うん、割とインジェームったもその時とかだったんじゃないかな、あ、はい、まあ、韓国の場合でこの3位なんですけど、うん、これまさに今年を象徴するような出来事で、うん、黒人男性死亡抗議拡大と、はい、米ミネソタ州で5月25日、黒人男性のジョージ・フロイドさんが、うん、白人警察官に首を膝で押さえつけられて死亡した。警察官は免職起訴されたが、フロイドさんが息ができないと訴える動画がネットで拡散し、黒人への人種差別として反発する抗議デモが全米各地に飛び火した、うん、黒人の命は大切だ、はい、ブラックライブズマターを合言葉とする訴えはさらに世界へと広がったと、うん、はい、いうことなんですね、米国では一部が暴徒化したため夜間外出禁止令が各地で発令されるなど情勢は一時緊迫化した。ちょっとやっぱりあのデモっていうか、はい、破壊活動まで、はい、あの進展してしまった部分があるので、うん、はい、まあ、ちょっとこれは賛否両論あるだろうなと。そうですね、うん、これはもうちょっと考え方で全く分かれるっていうところではあるでしょうね、うん、そうですね、はい、ただやっぱ黒人の方っていうのは、うん、ちょっと悲惨な目に遭ってきたなっていうのはありますよね、はい、まあそうですね、歴史的には歴史的には、ね、だってもともといたわけじゃないじゃないですか、連れてこられたわけですよね、うん、強制的に、はい、まさに強制連行ですよあれは、はい、まあ、奴隷戦でこう連れてこられて、まあ、今でこそね、あの、うん、選挙とか普通に投票できるようになったと思いますけども、はい、昔ってその選挙人登録すらできないっていう圧力かけられていう時代がありましたからね、そういう時代を経て、はい、今ようやくちょっとずつ進展しつつあるんですけども、はい、まだまだその、なんか差別的な見方もあるし、そうですね、射殺されやすいというか、はい、白人に比べていうのもあるし、はい、まあ、あとその日本人だと警察官に何か言われて反抗するってことはあんまりないじゃない。ないですね。日本だと、うん、でアメリカって、うん、反抗したら撃たれるって分かってるのに、はい、結構動画見てると反抗してるもんね。そうですね。動くなって言われてるのに、うん、うるせえ、俺は知らねえよみたいな感じでとか言って車の中に入って後ろから撃たれる。まあ結局そのね、ナイフ出すとか銃を出す可能性があるからそうなるんだけど、やっぱケース、あのテレビではやっぱちょっとその黒人の人の側の意見を言って報道してるけれども、うん、警察官も怖がって撃つしかないんだよっていうのも、うん、日本でちゃんと報道してほしいなというふうに思います。やっぱ銃社会ですからね。そう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 。ちょっとこう目離した隙に車から銃取られて撃たれるっていう可能性もあるわけですから。うん、ただそれはなんか後ろ向いてるのに5発は撃つなよと思うよね。それはだからこれはやっぱ事件自体に問題があるわけですよ。ううん、後ろ向いてるなんか5発なんか足だけ打ちゃいいじゃんみたいな。そうそうそう。なんかあの、はい、これ奥山さんだったかな言ってたの、うん、あの日本と欧米っていうのは文化がまず違うじゃないですか、うん、であの向こうっていうのは管理する文化があったっていうのは、うん、やっぱりそのなんていうかな、大量の家畜とかを生産してたから、うんうん、 はいはい、それをこういかにコントロールするかっていう概念じゃないですか、うん、そう、だからそのコントロールする概念から派生して、うん、奴隷とかもだからコントロールできたし、そうっていうのが欧米にはあったんだけど、はい、日本にはそれがないじゃないですか。そうです。なんか組織的に奴隷を使ってなんちゃらみたいな話もないわけですし、はい、ね、まあ、そのいわゆるその、まあ、統治というか植民地というかっていう、うん、まあ、議論はありますけれども、うん、はい、まあ、朝鮮半島とか、うん、台湾とかっていうのも一種その同化政策としてやってたというか、まあ、日本同じレベルにする、うん、だから学校も作るし、うん、ね、教育して同じレベルにしますっていう、うん、
インドネシアなんてさ、オランダかあそこなんか200年ぐらい、はい、勉強もさせない、はい、学校も何にも教えない、うん、搾取だけしてたっていう、うん、とこなんかもありますからね。いやインドネシアなんかそれに比べたら全然いいんだけど、いやインドネシアなんか、うん、日本軍がその現地であれ教育してますからね、軍事訓練やってますからね。そうそうそうそれがあのペタっていうその、強度防衛なんちゃら軍みたいな、うん、ちょっと正式名称忘れちゃいましたけど、はい、そこからやっぱりその、次世代を、うん、まあ、オランダがまた帰ってくるので、はい、そこで戦う、うん、戦力を育てたという点で、うん、まあ、日本のやっぱ功績もあったんじゃないかなと思うんですけど、うん、なんかやっぱ発想が違いますもんね、はい、そうそうそう、だから欧米は教育を奪うけれども日本教育しちゃうっていう、どこ行ってもだから、欧米がよく日本の植民地政策って言うんだけど、うん、いや韓国にも大学まで作ってて、うん、大阪大学よりも先にソウル大学作ってるわけですよ。で台湾だって大学作ってるわけです、うん、だからそんなのは植民地政策じゃないわけですよ、うん、搾取してたら搾取したって言われても、はい、あすいませんでしたって謝れるけど、うん、謝れないもんね、うん、我々投資してたんだから、うん、同じレベルにしますよっていうふうにするつもりでいたわけだから、ね、はい、いやそれ確かに、うん、まあ、現地の人、まあ、特にその韓国とか、うん、向こうの人からしたら、はい、尊厳を傷つけられたって言われたら、まあ、確かにそうなのかもしれないけれども、うん、ただまあ一方で、うん、それなんか公平に見てくれないですかっていうのはありますよね、うん、そう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 、うん、いや本当に、いや、まあ、悪いことだけじゃなくてなんかちょっといい面もあったんじゃないですか、うん、みたいな、いや本当に他の国の植民地政策と比べてみろと、うん、それは本当に思います、ね、いや本当ですよ、はい、もう他の国がどれだけ凄惨な統治、統治と言えないようなことをやってきたかと、そうそうそう、いかに搾取したかっていうのは、はい、であの台湾でいうとですね、うん、あのこれランキングに入ってない、はい、トップ10に入ってないんですけど、はい、29位にですね、うん、台湾の李登輝元総統死去というのが入ってまして、はい、あ確かにまさにこの李登輝元総統なんていうのは、うん、はい、日本時代を生きた方じゃないですか。そうです。でお兄さんは、うん、靖国神社に、まあ、合祀されてるという方なの で、はい、で日本時代を知っていて、うん、でもうずっと親日的で、そうですね、はいはい、別に日本は、ね、そんな、うん、悪くないというか、そう、はい、そういうことを言ってくださった。日本人に覚醒してほしいと言ってるわけですよ、うん、あの日本人がやっぱり気づいて、うん、やっぱり独立を ね、 そうね、するというつもりになってくれないと台湾の平和も来ないというふうに言ってるから、ずっと日本に対してエールを送ってる、うん、くれてるわけですよ、はい、やっぱ日本っていうのは、うん、あの自己評価めっちゃ低いと思うんですよね、うん、本来、うん、日本っていうのはアジアの中における民主主義国のエースなわけじゃないですか、うん、エース、世界でもエース中のエースですよ、うん、本当にだってやっぱ世界的な、ね、経済力も持ってるし、うん、まあ、ちょっと政治っていうと、まあ、ちょっとあるかもしれないですけど、うん、まあ、軍事はちょっとアメリカに依存してる部分があるし、はい、まあ、ちょっと何とも言えない部分はあるんですが、うん、やっぱりこの東アジア、うん、いや世界においてもこのやっぱ日本っていうのは民主主義国のリーダーとしてしっかりこう世界をリードしていくべきなんじゃないかなと、うん、いうことなんですけどね。いや本当そうですよ、うん、もう日本はいかにすごいかっていうのはね、うん、もっとなんか子供の時から教えて、うん、こうで当然トップの国だからリーダーシップ取らなきゃいけないっていうところまで思えさせないといけない、うん、当たり前のごとくね、うん、そう世界に対してリーダーシップを出す国べき国だというふうに言わなきゃいけない。そう、なんかその点で僕ちょっと今の、うん、まあ、ちょっと後でまた出てきますけど、うん、アメリカ大統領選挙のなんか勝ち組の理論って、うん、世界の第2位 WHO パンデミック宣言と、はい、中国、武漢市で最初に感染が拡大した新型コロナウイルスについて世界保健機関のテドロス事務局長は3月11日パンデミック宣言をした、はい、この時点でウイルスは110カ国地域以上に広がり、はい、感染者数は計11万8000人を超え、死者数は約4300人に上ったと、はい、遅いっすよね。遅い。最初だから、まあ、さっきも言いましたけども、うん、あの最初はだから中国からの入国を別に拒む必要ないとか、うん、そういうこと言ってたのに、はい、徐々に広がりですね、うん、3月11日になってようやく、パンデミック宣言をしたと、うん、宣言後も感染拡大は止まらず、米ジョンズ・ホプキンス大の集計では12月に入ると累計の感染者数が7000万人を突破し、はい、死者数は160万人に、なったと、うん、国別で最も被害の大きい米国では死者数が30万人を超えたと、はい、じゃあこの世界の第1位なんですけども、うん、何でしょう。新大統領バイデン氏と出た。
11月3日に行われた米大統領選は、再選を目指す共和党のドナルド・トランプ大統領に対し、民主党のジョー・バイデン前副大統領が挑む構図となった。はい、猛威を振るう新型コロナウイルスへの対応や経済の再建策などが主な争点となり、はい、両氏は大接戦を繰り広げたと。はい、感染対策として多くの州が郵便で投票できる条件を緩和したため歴史的な高投票率を記録した。うん、両氏の得票が僅差だった州では、大勢判明に時間がかかり、バイデン氏は7日にようやく勝利宣言を行い、国民に融和を呼びかけたと。はい、まあ、一方でトランプ大統領は、まあ、不正があったと、うん、大規模な不正があったと主張し、はい、敗北の受け入れを拒んだ。うん、最終刑の申し立てや法廷闘争を続けたが、勝敗が覆る州はなかった。はい、12月14日に行われた各州の選挙人による投票でバイデン氏は306票、トランプ氏は232票、ということで、まあ、バイデン氏の勝利が確定したと。はい、こういったあれだけど、今上院さえ抑えてたら、うん、バイデンは共和党に逆らえないんですよ。今50対48で、うん、あと2票を1月に決めるんだけど、うん、その2票を取るための選挙を共和党としては本当はしたいんですよ。うん、ところがトランプがごねてて、うん、あの選挙は不正だ不正だって言ってるから、1月の選挙自体もおかしなことになるから、うん、共和党としては今力入れて、うん、その2票を絶対取るぞっていった方向に持っていけなくなってるんですよね。だから本当にトランプの個人の、うん、敗北を認めないっていう誤念によって、うん、日本もね、一番損するかもしれないんですよ。そうですね、もしそこで50対50になっちゃったら全部民主党になっちゃいますよね。民主党になっちゃうから、そうすると、うん、日本としてはね、非常にやばいんですよ。だから、うん、本当に日本のに対しての愛国心がある人は、共和党の上院のあの2票を取れる体制を取ってくれってことで、トランプに早く引いてくれって言わなきゃいけないんですよ。うん、でないと共和党は一致団結して、あの2票だけは絶対取るという動きにできないからね。うんうんうん、そう、あの上院取らないと、はい、もう本当終わりですよ。終わり、うん、そう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 。いや本当、バイデンを嫌いであれば、うん、バイデンが大統領になった時からレームダックにしなきゃいけないんですよ。うん、本当に。いや、どうせ中間選挙では、うん、多分いろいろレームダックになれるはずなんですよ。そう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 。その後ね、まあ、1議席以上取れば。そうそうそう。はい、そうなんですよ。だけど今その、まあ、支持率等を見ると、はい、かなり危ないんですよ、共和党が。いや本当、普通にやったら共和党勝てる戦いなのに、はいはいはい、うん、まあ、この不正選挙だとか言ってるから、うん、共和党員が選挙行かない可能性ありますからね。はい、不正ならもう行く意味ないでしょみたいな。はい、そうなると民主党優位になって、うん、と考えると、はい、ネギ屋さん、今年も1年間お疲れ様でした。来年も楽しくてためになる放送楽しみにしてますと。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にこのネギ屋さんには、うん、もうかなり長く支援していただいているので、はい、大変ありがたいなと。はい、まあ、今我々っていうのはもう負け組じゃないですか。負け組ですから、完全な劣勢。はいはい、これはもう劣勢です。さっきちょっと思ったんですけど、はい、今まさに朝鮮戦争の様相を呈しているんじゃないかなと。あ、もう、ね、我々もプサンまで、プサン直前まで攻め入られてるんですけど、ね、ちょっと来年はインチョン上陸作戦をやりたいなっていう。そうですね、もう本当そういう状況ですね、横からぐさというぐらいね。はい、やっぱ本当今9対1ですからね。9対1ですね。保守系の言論人でトランプ応援せざるば人にあらずみたいなノリに、うん、そうですね、やられてますからね。はい、でこれはちょっとオフザレコードの話なので、はい、うん、ちょっと明言はできませんけども、はい、ちょっと来年も1月の初旬からちょっといろいろ荒れるんじゃないかなっていう、荒れると、そういう、はい、ちょっとCIA の友人のいとこの他人から聞きましたんで、はい、情報があると。ちょっと情報が、はい、そうですね、まあ、ちょっと年始から、はい、あれみたいなことが、はい、なるほどね、ある可能性が、はい、そうでしょうね、ありますので。あと三木右衛門さんが、いや負け組でないと思います、あ、最終的に我々勝ち組になれたらなと、うん、はい、思いますけれどもね。はい、まあ、でも来年その1月にはちょっと企画も考えてるので。そうですね、ちょっと、はい、面白いね。まあ、和田さんは当然知ってますし、はい、はい、そうです。ちょっといろいろな人に声をかけて、ね、はい、今は爪ハガなんですけど、爪ハガボロボロ言ってるけどね。そうですね、はい、ちょっと土曜日の、はい、配信でも、はい、ちょっとこう断片的に話したので、うん、そうですね、うん、はい、なんとなく分かる方もいるかもしれないですけど、うん、はい、ちょっと月末ぐらいには、うん、はい、1月末ぐらいには、はい、いろいろ出てくるんじゃないかなと、はい、しかもそれは多分今までにない試みだと思うんで。そうですね、うん、そうそうそう、はい、
ぜひ見ていただきたい、はい。直輔さん、今年は保守にびっくりしてがっかりした1年年でしたよねと、今回の大統領選の一件で見放した人がたくさんいますねということですね。我々も見放されましたけどね残念ながら、はい、そうですね。いや、我々の方がダメージ大きいっすね。ダメージ大きいっすよ、うん。